フレックワイラーはワンウェーブの創業者兼会長である。2002年アフリカルワンダでインターネット接続会社を起業した。発展途上国に通信ケーブルなどネット接続インフラを構築する混乱さを経験し、全世界の発展途上国に通信衛星経由でネット接続を提供するという構想を持った。2007年にオーサンビット社を2012年にワールドブー社を設立した。 2013年に、オーサンビットは Google から10億ドルの投資を受け、Google 参加に入った。2014年9月、ワイラーは Google を離れ、ワールドブーをワンウェブに解消した。オーサンビットは発展途上国の政府やネット、接続企業へ通信を提供したが、ワンウェブは小規模な民間プロバイダーや個人へ販売するとしている。2015年1月に、 ワンウェブは、リチャード・ブランソン率いるバージングループと、通信用半導体大手のクアルコムからの出資を受けた。同年5月、バージンからの追加出資、エアバスグループ、コカ・コーラなどからも出資を得た。同年6月、衛星製造をエアバスに900機発注した。米フロリーダ州に、これまでにない多数の衛星を一気に製造するための工場を建設中であると報じられた。 2016年12月、ソフトバンクグループから12億ドルの出資を受けることを、ワンウェブは発表した。ありがとうございます。